はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズ第24弾をお送りします。で、あれ手書きじゃないじゃんってね、思う方いらっしゃるかもしれないんですが、その理由は概要欄の方に書いておきますので、まあ動画ね、で問題終わった後にでもちょっと一読してみてください。で、今回はこの4問やりますので、まず1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、分かんなかったりね、不安なところがあれば、今から自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあちょっと画面引く前に問題の、確認していきましょう。で、使ってるのは正四面体です。ってことはもう全部正三角形ね。正四面体だから全部正三角形の面になってて、それが一辺が8センチです。で、P と Q が BC と C の中点っていうところ。まあ、そこだけ注意してやっていきましょう。じゃあ画面引きますね。ちょっとお待ちください。よっ。ほっ。ちょっと引きすぎたかな。よし、じゃあ行きましょう。まあ、4問あるんでね、ちょっと動画長くなっちゃうかもしれないんですが、まあ、必要なとこだけピックアップしてみてください。で、まず AQ ですね。こっから、まあ、ここ長さ出しなさいと。で、ここはま、王道ですね。正三角形なので、基本的に、ま、全部60度なわけですよ。だから角度をうまく使ってやっていこうと。で、AQ、ここを出すために三平方の定理を使っていきます。で、どの三角形か。まあ、ACQ、ここ。から、ま、ADQ でもいいんですけど、まあ、わかりやすいんで ACQ ピックアップしましょうか。で、図形が苦手な方はですね、もちろんこの図の中で書き込んでもいいんですけど、書き出しちゃった方がいいです。空間図形よりも平面に持ってったら考えやすい、頭が思考しやすいので、書き直す方がベスト。で、あとはこの場合4問もあるんで、あんまり書き込んじゃうと後でぐちゃぐちゃし始めることもあり得るんで、書き出せるものは書き出した方がいいかなと思います。で、今 AQ 求めたいんで、ここは X にしておきましょう。で、あとの辺の長さわかるかっていうと、AC は一辺8センチって言ってたんで、ここは8センチです。で、CQ は Q が中点と言っていたので、44ですね。つまりここ4センチ。で、ここは当然、垂線。まっすぐ下ろしてるからね。垂線になるので、これで OK。じゃあ、あとはもう三平方の定理使いましょう。です。で、まあ、ちゃんとね、やっていくと斜辺の2乗なので、8波64イコール X2 乗プラス CC16 ですね。で、X2 乗イコール、48か。これ、マッチ、これ、また、こう間違ったらまずいもんね。で、OK。で、2乗取る代わりに、ちゃんとやると、プラスマイナスルートがつきます。こんな丁寧にやらなくても構わないけど。で、ルート48っていうのは、16×3 です。16×3。つまり、4ルート3に直せる。で、プラスマイナス4ルート3なんですけど、長さにマイナスはありえないので、まあ、プラスの方だけ答えとして採用します。つまり、AQ は4ルート3、まあ、センチメートルですね。これで終了となります。じゃあ書き込んでおきましょう。ちょっと赤にしておきましょうかね。ここが、4ルート3で、こうなると、これ全部、綺麗な正四面体なので、AP も同じく AQ と同じように下ろしてるから、中点に向かって垂線下ろしてるってわけなので、この AP も4ルート3です。同じくね。まあ、後で使うかもしれない。では2番ですね。三角形 APQ 求めていきましょう。ちょっとね、青と赤のペンが、青ペンが新しいんで見にくいかな。大丈夫かな。じゃあ APQ もね、その中でやるよりも書き出した方がわかりやすいでしょう。で、三角形の面積で、三角形の公式っていうのは、底辺かける高さかける2分の1、まあ、もしくは割る2だと。つまり、底辺と高さの長ささえ分かってしまえば、絶対求められます。じゃあ、今これを見たときに、底辺と高さどこにしようかなって考えるんです。まあ、もちろん好みは出てくるでしょう。ね、出てくると思うんですけど、まあ、オーソドックスに行くんだったら下ですね。これは底辺にしたい。で、今、PQ、この長さ分かるかなって考えると、実は分かるんです。これすぐに。なぜかっていうと、これね、じゃ、これも書き出そうか。三角形 PCQ 見てください。これ、この空間図形、この状態だとちょっとわかりにくいんですけど、こうなってるでしょ？で、PC と CQ はそれぞれ中点なので44じゃないですか。だからこの時点では二等辺三角形なんじゃね？ってなるんですよ。なるんですけど、もう一個ポイントが、全部正三角形なんですよね。正四面体なんで。つまりこれじゃねえや。元々下の面、
これが正三角形なんで、ここは60度なんですよ。ここは。ってことは、残りの角度、こことここ、両方60度なんですよね。ここもここも。ってことは、三角形 PCQ も正三角形なんです。ってことは、PQ、4センチですよね。同じだから全部。だからここ4センチなの。PQ って。あ、底辺わかる？すぐ。あ、じゃああと高さ求めればいいじゃんっていうことで、こっから垂線を下ろします。垂線。で、さっきのこのね、横の面の時もそうですけど、今、AP と AQ は同じく4ルート3なので、二等辺三角形なんです。二等辺三角形からまっすぐ垂線を下ろした時。当然ここ中点なんで2と2に分かれます。まあ、ここもそうですね。まあ、中点に向かって引いてるから、だから、垂線になるっていうのもあるんですけど、なる。こうなると。ってことは、これもね、今高さが欲しいんですよ。面積を求めるために。じゃあ高さ H にしときましょう、ここ。H ね。で、ここ、じゃあどっち使うか。左使う？左の三角形使った時に、ここは下は2って分かってる。で、ここ H でしょ？じゃあここ分かるかなって。言ったら AP4 ルート3なわけですよ。4ルート3。ってことはまた三平方の定理使えば高さを求められそうだよね。じゃあそれで求めましょうと。じゃあ同じように水、ごめん、斜線、斜辺の2乗。4ルート3、2乗すると48です。48イコール H の2乗プラス2の2乗。4ですね。H の2乗が44になる。で、外すと、プラスマイナス、ルート44。まあ、マイナスは使わないんで、プラスだけにしましょう。で、ルート44は 4×11 なので、2ルート11です。つまり、この三角形の高さは2ルート11ってことが分かりました。でも、いや、求めたいのはこれじゃないです。面積です。ってことは、面積求めましょうっていうことで、底辺は4。高さはこれだから、底辺×高さ。かける2分の1、まあ、もしくは割る2してもらって、まあ、2約分できるから、面積は4ルート11ですね。まあ、一応単位つけようか。平方センチメートル。これで終了となります。こうですね。まあ、ここまでも3平方祭りですね。両方とも。じゃあ3番です。今度 QR。R は Q から AP に向かって垂線を引いたものです。ここですね。で、これどう出すかっていうと、いきなり QR 出そうってやるよりも、なんでわざわざ今1個前で面積を出させたのかってとこに着目しましょう。よく、まあ受験問題とかでもそうですけど、今回4つ小問がありますよね。で、その、まあつながりがあって、もちろん使わない時もあるんですけど、前で出した答えっていうのを、それを使って、後ろの問題を求めろっていう、パターンはよくあるよね。だからそれと同じです、今回は。で、どうやるかっていうと、これ QR ありますよね。もう一回書き出しましょうか。赤。失礼。ちょっと待ってね。ペンがね、渋滞してる。手の中で。もう一回三角形 APQ を書き出すと、で、こうなってるでしょ。で、今、QR こうなってるから、ここに、こういう風に垂線を引いてるわけ。で、QR。求めたいから、また X で申し訳ないけど、X 使いやすいんで X にしますね。QR で X にします。で、これ、面積求めましたよね。今、わざわざ垂線引いてるってことは、こいつを高さって考えちゃえばいい。そうすると底辺どこかって底辺ここですよね。底辺ここ。で、底辺 AP じゃん。AP 分かってるじゃん。つまりこれ4ルート3なんだよ。ってことは、今、さっきは三角形 APQ を底辺かける高さって考えたけど、今回は底辺かける高さと考えます。そうすると、底辺4ルート3なんで、あ、自然に4分のって。ちょっと待ってね。底辺かける高さ、忘れずにかける2分の1。これが面積ですよね。で、面積今いくつかって言ったら、4ルート11って分かってるから、こうなわけですよ。もう式完成です、これで。あとはこれ求めます。で、まとめると、まあ、左辺がね、2で約分されて、2ルート 3x イコール4ルート11と。まあ、2ルート3でまとめて、割っちゃいましょう。そうすると、2ルート3分の、4ルート11。ここはまあ、約分、外の世界はね、約分できるから、ここは2になります。
で、ルート3、分母にルート残しておくと有理化しろって言うんで×食らってしまうので有理化しに行きます。で、上と下。まあ、空間あるからまとめるか。今、ルート3分の2ルート11、こうなってる。で、有理化は分母にあるルート、これを同じものをかけます、ルート3。同じく上もです。こうかけます。そうすると、下がルート同士かけるとね、ルート外れるから3になる。で、3分の2。で、ルートの中同士は掛け算できるから、ルート33。で、ルート33は直せないので、ほにゃらら、ルートほにゃららに。つまり、これで、3分の2ルート33。これで終了となります。で、長さなんで一応センチメートルつけておきましょう。いいかな？で、ラストです。ラスト。まあ、今回のボスですね。まあ、当然4番が一番難しくなるわけですけど、三角錐、RBCD の体積が正四面体 ABCD、もともとのね、一番大きい正四面体の体積の何倍か求めなさいと。で、RBCD はどこかっていうと、線引いちゃいましょうか。ちょっと意図的に、実線にしちゃいますね。点線じゃなくて。ちょっとね、奥見にくいですけど。うん、見にくかったね。まあ、下の BCD が同じく底面って考えると、R がちょっと上にちょこって抜けてるんで、そこが高さになってる感じ。で、こいつの体積を求めていこうと。でね、シンプルに何も考えずに攻めていこうとしたら、まあ、力技でね、求めるんだったら、全体の正四面体、ABCD は体積求められます。これ高さが出せるんで求められると。ってことは、RBCD の高さ、あ、ごめん、体積も求められれば、それぞれの体積出せれば比は出せるじゃないですか。何対何。だから何倍ってもすぐわかるから、それでもいけると。けど、これ R がね、ちょっと高さ出すのがしんどいんですよ。なかなか厳しい。なので、作戦を変えます。で、こういう時に大事なことっていうのは、体積ね、の時、まあ、面積とかもそうなんだけど、どこを底面と見るのっていうのが非常に大事です。どこを底面と見るのっていう。例えばさっきもこの面積求める時、どこを底辺と見るかによって、求め方変わりますよね。ここを底辺ならここが高さなんです。同じ三角形ですけど、ここが底辺だったらこっちが高さなわけですよ。で、こういう図形見ると、やっぱり一番下の底面って見やすいんで、BCD が同じく底面共通だから、なんて考えたくなるんですけど、場所を変えます。いい。どこに変えるかっていうと、底面こっちにしちゃうんです。ちょっと書き出しましょう。R、まあ上から持ってくるか。左側のね、この ABC の三角形ちょっと大きく書き出します。まあ、正三角形なので、まあこんな感じかな。で、A、B、C となってて、こっから、よいしょ、は、垂線が降りてきてるんですけど、R がまあこの辺にありますと。こうね。で、よいしょ、こういう感じになってるんですよ。今、これが斜線塗ったとこはここです。ここですね。になってる。で、ここに、を底面とすると何がいいかっていうと、今、底面は、確かにこのね、青の方、下のね、ちっちゃい体積は、RBC、これが底面になります。で、でかい方の三角錐に関しては、正三角錐か。正四面体だ。に関しては、ABC、ここを底面と見れば、高さが両方とも共通なんです。同じ面の中、大きさは違うよ。同じ面の中に底面が、はい、底面積が入ってるから、高さは同じく D の位置で求めることができる。つまり、高さが共通なので、体積の比が、この底面積の比と一致するんです。高さが同じだから。だから、体積全体を求めるのではなくて、ここの面積だけ考えれば、何倍なのっていうのがすぐ分かるようになる。っていうふうに話をすり替えるんです。体積だったものを面積にね。じゃあ、この面積求めていこうぜって話に変わるわけ。で、その時に、じゃあ、ここが、P か。ここが欲しいんだよね。RP さえ分かっちゃえば面積求められると。で、RP、元々の、そっちの図に戻ると、ここです。ここ。これはどう考えてもこの三角形使えますよね。ここ。ここは直角、あと、垂線、垂線いいというか直角だしね。で、確認して言うと、RP 分からないでまた X って置きましょう。X です。で、PQ は最初の方の問題で使いました。これ4なんです。4。で、RQ はって言ったら、RQ も出しましたよね。ここで。3分の2ルート33。だから、ちゃんと前に出した問題を使ってると。
だからこうわかるんで、RP をまた三平方で求めることができます。で、斜辺はこの4だから、こっちでいけるかな。しかも赤じゃないっていうね。斜辺、16イコール、RP、ここね、この X ね。X2 乗プラス、3分の2ルート3ちゃう。これの2乗かい。3分の2が、9分の4か。で、かけるルート33をするのね、これに。ルート33、2乗すると33だからね。で、ちょっとまとめましょうか。これ約分できるから、3と、11に変わるから、3分の44。つまり、X2 乗イコール、16-3分の44になりますと。で、これが、3分の48だから、3分の4。こうなります。だいぶ綺麗になりましたね。じゃあ、2乗を、取る。代わりに、ルート。で、ルートは、上と下、こうやって分けて考えた方が楽です。ルート3分のルート4。で、ルート4は2ですね。で、こうなる。で、また下にルートが残るとまずいんで、有理化しましょうってことで、上と下にルート3をかけることで、3分の2ルート3と、こうなります。本当はマイナスもつくけど、マイナス外します。長さだからね。じゃあ、こうなりました。で、さっき言ったように、この底面積の、大きさ、底面積がその比の大きさに変わっていくので、それで求めても構わない。だから一個一個三角形 ABC の面積求めて、三角形 RBC の面積求めても構わないんですけど、実はこの三角形も底面が共通してるんですよね。あ、ま、底辺が。底辺共通。ってことは、この高さ、AP 対 RP さえ求めてしまえば、それが何対何って話に変わると。だから、AP 対 RP を求めに行きます。AP 対 RP。で、AP はもう4ルート3って分かってるので、4ルート3。で、RP が今出した3分の2ルート3とこうなります。で、この比っていうのは、同じようなものでかけたり割ったりして構わないので、まずルートめんどくさいですね。だから両方ルート3割ってしまえば、4対3分の2に変わります。で、まあ、丁寧に行くんだったら、次3が邪魔なんで、両方3かけます。そうすると3、4、12対2になって、で、2で割って、6対1と。こうなります。シンプルにね、6対1になりましたと。で、これはもともと何を出してたのかのか、何を出してたのかっていうと、AP っていうのはもともと一番でかい正四面体。だから、ABCD です、こいつは。こいつを求めてた。AP の方は。で、RP っていうのは、このちっちゃい方の青の、三角錐。なので、R、BCD か。を求めて、それが話がすり替わって、すり替わって、AP 対 RP に来て求めたら6対1でしたと。で、今、これの体積比が何対何って出せだったら6対1で構わないんですけど、結局、こいつは、RBCD は、これの何倍ですかって聞かれてる。つまり、1は6の何倍ですかって聞かれてるから、答えは6分の1倍です。これで終了。1は6の何倍って聞かれてるからね。だから、5対2ってなってたら、2は5の何倍だから5分の2倍になるんですけど、まあ、こういう感じで答えてみてください。だからまあ今回の、まあこっちはね、三平方の定理を使うことでこうやって切り崩していけるんですけど、ここの問題のまあポイントとしては、どこを、まあ、体積のね、話なので、どこを底面積って見るのっていう。だから下で、やっぱ多分ね、すんなり行った時、何も気づかなかったら下に行くと思うんです。自分を解いた時下行ったもん。で、下行ったんだけど、あ、きついなって思って。じゃあ、底面積の場所を変えるしかないと思って変えたんです、場所。そしたらしっくりくるのがこの同じ面に底面積が来てくれれば、体積、高さが共通になるから、あ、これ求めやすいと思って切り崩していける。まあ、そんな視点で、ぜひね、解いてみてください。では、今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。